本日は2月9日でございます。5時28分の相場解説になります。昨日の相場解説なんですけども、2点に絞ってエントリーポイントを待っていました。一つはですね、高値切り上げでそのまま上昇するドル円の流れですね、105円から106円の方向に向かっていく、そういった大きな流れを見ていました。そしてもう一つはですね、それに相反するように高値圏でヘッド&ショルダーを出して、もしくはダブルトップを出してですね、まあヘッド&ショルダーのことしか言ってませんでしたけども、大きく下に下がるんではないかなってことです。その場合ネックラインを割った時がエントリーポイントになるってことは、まあよくね知られていることでございます。で、一体どちらになったんでしょうか。そしてこういった目を養うためには何をすればいいのかってことを最後にお話しますね。では画面を切り替えていきます。まずはですね、昨日起きた現象と考えていたことをちょっとねおさらいしていきます。これがデイリーですけども、右肩下がりで大きなトレンドは来てますよね、こういうふうに。で、その中でブレイクしてね、上昇に向かっていったわけなんですよ。ここはまあ、まあ、自分でも思うぐらいお見事なタイミングで、105円方面を お話しできたかなと思います。ぐーっと上がっていきましたね。そして移動平均線が広がっています。で、大きな上髭を出して現在のところ下に向かう力が今すごく溜まっていますよね。じゃあここからね、再び下に向かうんでしょうか、どうでしょうか。これはこれから 何かとね占っていかないといけないと思いますけども、まだ断定はできません。私はねこれね、一旦下に降りてまたさらに上昇する波動に乗ると思うんですけどもね。はい、では4時間の方を見てみましょう。とりあえずは昨日がどうだったのかってこと、どうすればよかったのかってことのお話になります。こういうふうにね、トレンドラインができていて、そこからブレイクして上昇して N を書いて上がっていく、 N を書いて上がっていく、ちょっと横ばいになりましたよと。でもそこをブレイクしてやっぱり入社角、こちらのね入社角とこちらの脱出角が一緒で上の方に上がっていった。そして高値圏を作ったところでヘッド&ショルダーか、さらなる N 字を書いての上昇なのか、ちょっと待ってよ、N 字を書いての上昇なのかってことだったんですけども、1時間を見てみましょう。1時間今日はねかなりね振り返りがいがありますよ。はい、結局はね下の方に、ずれていったわけなんですけども、ネックラインはここです。ここ終わった時に売りで入らなければならないってところなんですけども、1回やられちゃいましたね。ここはねロスカットを巻き込んで上の方にぐーっと上がっていったんですよ。だから高値切り上げかなと思ったんで、私もねここで1回ロスカットを噛みながら待っていたんですけども、この高値圏で結局は高値を更新できなかったんですよ。ここをね、ここを更新しなかったんですよね。ということで下落が始まりました。下落の1個目のポイントはここです。ここ終わった時に売りで入るってことができました。私の場合はここではねちょっと寝ていたんで何もできなかったんですけども、ここ終わった時は起きていたんで、ここではね売りで入りました。そして今これね、だいたい横ばいになりましたよね。で、ここでエグジットして、105円の345あたりからね、このチャート図でいくと、105円の187、このあたりの、まあ、十数ピップスなんですけどもね、こちらの方を取ることができたかなと思います。で、今後なんですけども、もう一回振りをつけてね、落ちることが考えられます。これを今日様子見ていかないといけないです。その上で、ここからですね、またね、大きく上に上るんではないかなと思ってるのが今後ですね。これは来週1週間をかけてこうなります。今大きくつけた矢印は。で、今日がですね、9日なんで、今週起きることっていうのは、ここです。N 字を書いてもう一回、売りで取るチャンスがあるんではないかなと思います。その際、こちらの方、だから104円、だから105円をちょっと割ったあたりで、反発して106円の方向に向かっていくんじゃないかなと思いますよね。まあ、そんなところかなと思います。はい、というところなんでね、ヘッド&ショルダーのちょっとね変化した形になりましたね。ヘッド&ショルダーじゃなくてヘッド&ショルダー、もう1個上上がってショルダーみたいなね、これたまにあるんですよ。山を2個作ってそれを1個とみなしたヘッド&ショルダーね。いずれにしても高値圏から下落に向かった、ネックライン終わって下落に向かったってことで、痛えな、きれいなねヘッド&ショルダーには なってなかったんですけども、こういう風なヘッド&ショルダーもたまに来るんですよね。うん、それこそ山があって両側にちっちゃい山があるわけですけども、最初に来た山が2個みたいなのもあるわけですよ。だからヘッド&ショルダーでも山が3つっていうよりも小さな山2つで1つの山って見なすやつもあるんですよ。だからトップの山がね
2個に分かれてるっていうのもありますんで、これバリエーションになってきますよね。だから途中までは綺麗なヘッド&ショルダーだったんですけども、もう1個のね最後の肩っていうのがちょっと分かりにくかったんで、1回私もロスカットを食らってしまいました。ということでね、ここで1回ロスカットを食らってなんだって思った方結構いるんじゃないかなと思うんですよ。でもその後注意深く見ていくと、もう1回、下落のポイントっていうのがね見えたってことで、一つ学びになったかなと思いますね。はい、ではこういったこともありますんでね、FX の基礎講座はやっぱり中級編の応用の方を繰り返し繰り返しやっていかなくてはなりません。今回のヘッド&ショルダーもその例題に出してもいいぐらいお見事なヘッド&ショルダーでしたね。というのがよくこれね、ロスカットを食らってヘッド&ショルダーを諦めちゃう人がいるんですよ。もう一回ヘッド&ショルダーを待たないといけなかったんですよね、これね。まあ、3回ってのはさすがにないです。3回ってやつはもうこれは諦めた方がいいです。そんなことやってまでねやってらんないですから。ということで今回はヘッド&ショルダーがまあ完成したと言ってもいいのかなと思いますね。ヘッド&ショルダーのちょっとね、あの変化版ですよね。あのなんて言いますかね、新種なんか今ね、あのあれですよね、新型コロナウイルスも変異種が出てきたって言いますけども、これはねヘッド&ショルダーの中の変異種と言ってもいいんじゃないかなと思いますね。まあでもよく出てきます、これは。はい、よく出てくるんで、ヘッド&ショルダーが出るたびにこれを意識しないといけないかなってところですね。本日は以上です。ありがとうございました。